はい、こんにちは、レトスノーです。はい、こんにちは、行書塾のノーです。今回なんですけども、不動産賃貸借の対抗力、民法605条およびこれに関連する借地借家法について解説いたします。この部分すごく重要なんですね。試験でもよく問われる部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。で、まず民法ではどのように規定しているかっていうと、不動産の賃貸借は登記をした時に第三者に対抗できるって書いてあるんですね。つまり不動産賃貸借の対抗要件っていうのは登記なんだと、まあ、いうことです。つまり借りた側は登記を受けることによって、賃借権の登記を受けることによって第三者に対して対抗することができるんだということです。対抗できるっていうのは権利を主張することができるということなんですね。借りた側っていうのは賃借権という権利を持ちます。これを第三者に対して主張することができる。私はこの土地を借りてるんだから、この土地使うことができるんだよっていうことを主張することができる。これが賃借権の対抗力ですね。賃借権について第三者に対抗することができるという意味です。で、これについては特別ルールが借地借家法で規定されております。借地権と借家権、これ別々なんですね。分かれております。まず借地権について言うと、建物所有を目的として土地を借りたといった場合、借りた側は土地上の建物、土地に建物を建てて、で、その建物を登記すれば借地権を第三者に対抗することができますよっていう内容です。これどういうことかというと、民法では不動産の賃貸借はその登記をした時、この登記って借地だった場合っていうのは土地についての賃借権の登記じゃないですか。で、これっていうのは共同申請なんです。どういうことかというと、貸した側と借りた側、この両者が共同で登記をするんですね。登記手続きをするんです。で、一方で借地借家法では土地上の建物の登記って書いてありますよね。これは借主が建物を建てて、借主が単独で登記することができるんですよ。つまりこの民法の登記よりも楽なんですね、手続きが。民法の場合だと貸主も共同で登記しなければいけないけども、借地借家法では借主が単独で登記できる建物の登記だけでいいんだよっていう風なルールにしてるんですよ。もちろん借りた土地について賃借権の登記をしても OK です。これでもいいんだけども、より簡単な土地上の建物を登記するだけでも借地権を第三者に対抗することができるんだよっていうふうなルールにしているんですね。で、また借家権についても似たようなルールがあります。借家権ってもうイメージとすれば、例えばアパートを借りたっていった場合なんですよ。アパートを借りるだけで賃借権登記する人ってまあいないんですよね。ほぼほぼ登記はしません。おそらくアパートだったりマンションを借りたことがある方だったらわかると思うんですけども、その借りた建物について賃借権の登記を受けた人いないと思うんですね。オーナーさんであれば借り主に対して賃借権の設定登記をしてあげる、おそらくしたことないと思います。で、それはなぜかというと、建物を引き渡すだけで借り主っていうのは借家権の対抗力を持つんですね。だから建物について賃借権の登記っていうものをしていないんですよ。こんなんやってたらすごく面倒くさいですよね。だから借地借家法では、建物を借りて建物の引き渡しを受けたら借り主っていうのは第三者に対して対抗することができるんだっていう話ですね。自分自身は借り主だからここに住む権利があるんだと第三者に主張することができるといった話です。まあ、もちろんこれも賃借権の登記を受ける、これでも OK ですよ。 OK だけども、それだけじゃなくて建物の引き渡しでもいいですよ、どっちでもいいですよっていう話です。で、この点についてはちょっと理解していただきたい部分があるんですね。で、ここまでちょっと踏み込んでいくとすごく細かい内容になります。またちょっと無料ではお伝えできない内容なんで、この点については個別指導で解説させていただく流れとさせていただきます。ご了承ください。で、もし理解学習実践していきたいという方は、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。まあ、これからお伝えをするその理解すべき内容、こういった部分をしっかり頭に入れていくことによって点数、実力っていうものが上がってきます。真の実力、いわゆる合格力が上がってきますんで、ぜひ理解学習を実践していただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。理解学習ができれば一回で合格できる資格なんで、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講お待ちしております。
宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。